誰だ？入るよ。よう、ハニー。起きてるか？たった今眠くなった。おやすみ。おいおいおい、そんな冷たいこと言わないでさ。ちょこっと、外に行こうぜ。ごめん。あ、そう。ま、しゃあねえな。誰だ？入るよ。ちょっと、いいかしら。先生、どうしたんだよ。雪を見たいのだけど、ちょっと付き合ってくれないかしら。ごめん。そう。じゃあ、失礼するわね。誰だ？入るよ。ロイド、起きてた？外、雪が降ってるよ。道理で、寒いと思ったよ。そうだよね。寒いよね。嬉しそうだな。だって、寒いってわかるなんて、嬉しいんだもん。そっか。ちょっと前のお前は、それもわからなかったんだっけ？ねえねえ、ロイドが寒いの我慢できるなら、ちょっと散歩に行こうよ。見て見て、フラロールの街が見渡せるよ。綺麗だね。ああ。ロイド、覚えてる？クラトスさんが言ってたこと。あいつが何か言ってたか？エクスフィアを捨てることはいつでもできる。今は犠牲になった人々の分まで彼らの思いを背負って戦う必要があるはずだって。ああ。シルバラントの人間牧場でエクスフィアができるところを見たときだな。あれ、ロイドのお母様のことだったんだね。でもあいつは、母さんを怪物にした奴の親玉にヘコヘコ仕えてやがる。違うと思うな。クラトスさん、私たちのことを何度も助けてくれたよ。ロイドのことも守ってくれたよ。それは。だから、きっとクラトスさんは、ロイドのことも、ロイドのお母様のことも、大切に思ってるんだよ。素敵なお父様だよね。もしかして、それを言いたくて、ここに連れてきたのか？ね、それもそう、かな。ありがとう。大丈夫だよ。あいつが親父だったってこと、今はもうそんなにショックじゃないんだ。うん。でも、オリジンの封印のことか。嫌なこと言ってごめんね。でも、体内のマナを放射したら、いくら天使化したクラトスさんでも。分かってる。生きていられるのか、それも分からないよな。だからね、私のこと助けてくれたみたいに、クラトスさんの命を失わなくても、オリジンを解放できる方法を探そうよ。コレット。くれるよ。ね、そうしようよ。ありがとな。でも、俺思うんだ。クラトスにはクラトスの考えがあって、ミトスについたんだって。だから、それを聞いてみたい。すべてはそれからだ。
ーラーニ。あ、明日アルテスタさんの具合を聞いたら行くつもりだ。ミトスの千年王国には賛成できない。だからそれを阻止する。ミトスと戦うよ。もう少し近くに行ってもいいかな。え、ああ、こんなに綺麗な景色、シルバラントみたいに荒らされてほしくないな。荒らさせないよ。そうだよね。今度こそ守ろうね。ああ、知ってるか、ドワーフの誓い第7番。ロイドが一番嫌いなやつでしょ。正義と愛は必ず勝つ。本当にそうだといいんだけどな。心配？それじゃあこれ。これは？お守り。フラノールの雪ウサギ。幸運を呼ぶんだって。昼間ね、これをアルテスタさんのところに持って行ってもらったの。もう一個はロイドに。ありがとう。で、みんなもついてるし、お守りもあるし、もう大丈夫だよ。ああ、そうだな。